もし太陽に核ミサイルを放つと、まず太陽の基本的な構造を理解しておきましょう。太陽は直径約139万km、地球の約109倍の大きさを持つ巨大なガス玉です。太陽の中心部では核融合反応が絶え間なく起きており、膨大なエネルギーを生み出しています。太陽の中心温度は約1500万度、表面温度は約5500度に達します。これが地球に届くことで私たちの生活が成り立っています。核ミサイルの威力とは、核ミサイルは核分裂や核融合によって巨大な爆発エネルギーを生み出す兵器です。現代の核ミサイルは広島に投下された原爆の数十倍から数百倍の威力を持っています。核爆発が起きると強烈な熱と衝撃波が発生し、広範囲に破壊的な影響を与えます。また放射線も放出され、被爆による健康被害が生じます。しかしこのエネルギーは地球上では非常に大きいものの、太陽のスケールと比べるとごくわずかです。太陽に核ミサイルを落とすとどうなるか。まず核ミサイルが太陽に到達した瞬間、爆発が起こります。核爆発によって生じる光と熱は太陽の表面に一時的な輝きを生じさせるかもしれません。しかし太陽の膨大なエネルギーと比べると、この影響は極めて小さいものです。太陽のエネルギーは核融合反応によって生み出されています。これは水素原子核が融合してヘリウムを生成する過程で大量のエネルギーを放出するものです。一方核ミサイルの爆発は主に核分裂によるものです。太陽に核ミサイルを落としても核融合反応に大きな影響を与えることはありません。太陽の表面で核爆発が起きた場合、そのエネルギーは太陽の巨大な熱と圧力によって瞬時に吸収されます。太陽はその膨大なエネルギーを放出し続けるため、核爆発の影響は表面的で短時間のものに止まります。太陽全体の活動に変化をもたらすことはありません。視覚的な影響、地球から見ると核ミサイルの爆発によって一瞬太陽の輝きが増すかもしれません。しかしこれは極めて短時間の現象であり、その後太陽は通常の状態に戻ります。この一瞬の輝きが地球上で観測されるかどうかも不確定です。宇宙探査への影響、もし核ミサイルが太陽に落とされた場合、宇宙探査機や人工衛星に与える影響はほとんどないでしょう。太陽の放射線環境はすでに非常に過酷であり、核爆発による追加の放射線もこれに比べれば微々たるものです。宇宙物理学者たちは核ミサイルが太陽に与える影響をほとんど無視できると考えています。太陽はその巨大な質量とエネルギーにより外部からの影響をほぼ受け付けません。核爆発は地球上で大きな破壊力を持ちますが、太陽のような天体にはほとんど影響を与えないのです。このシナリオはエンターテインメントとしては非常に興味深いものです。映画や小説などで太陽に核ミサイルを落とすという仮説が描かれることがありますが、科学的には実現不可能なシナリオです。